投手を最も憎んだ男として有名。もう何たって海星東大ですから。最高記録が1年間に30本ですよ。1年間に30本申し作ってたんか。国語できるんだから倫理できますよね。僕はやっぱり東大の日本史は好きなんで、はいはいはい、好きっていうか愛してるって。ゆうてらでね、日本史の授業始まりますから。そうでは始まりました、もちつさんです。さあ、今回はですね、はい、ゆうてらにですね、日本史講師が加入しましたということで、相澤先生においでいただきました。あ、はい、はじめまして、相澤治と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。いやー、元東進の、ね、そうですね、もう随分前ですね。日本史講師ですよ。はい、東進では日本史はやってなかったんですけどね。そうなんですか。僕の名前が大体世間的にあの東大のディープな日本史という本が、そうですね、とんでもないヒットしたので本ですよね、知ってると思いますが、僕はあの東進ではずっと国語の教材スタッフで、はい、板野先生であったり、はいはいはい、出口先生であったりのお守りをするという、はいはいはい、おー、そうだったんですね。仕事をずっとしていて、はい、でそういった中でひょんなことで声をかけていただいて、はい、倫理の授業を、倫理の授業やってたんですね。倫理の授業をやっていた、はいはい、でもその順番も全然逆で、はい、東進ブックスでセンター試験倫理48テーマと演習という本を出した後に映像授業です、はい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 、すごい。いやもうね、多分東進史上最もぶっ飛んだ話がいっぱいある先生だということで、はい、東進を最も憎んだ男として有名。まあまあいいやということで有名なんで、多分ね、東進側もあいつは先生出るかっつってですね、ハラハラドキドキして見てると思います。まあもうでも7年経ちましたかね、はい、東進終われて、終われましたけどね、終われた、あの戦いから7年経ちましたか。おらららら、おらららら、誰だろう。まあどんな感じだったのか、じゃあちょっとね、いろいろと聞いていきたいんですけど、はい、まずもう何たって海星東大ですから。ああそうなんですよ、海星出身、そして東大行ってるわけですから、まあそうですね、いやどうだったんですか、東大行くのは。スッと行きました。まあでも僕の年の海星の同級生っていうのは、はい、東大200人かちょっと。ほう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 。全学年、1学年400人。現役では123人。はいはいはい、はい。で、浪人したと思ったら受かっちゃって、半分ぐらい東大行ってる。そんな状況だったんですね。で、まあ、まあでも今でもそういう雰囲気でしょうけども、はいはい、学校自体がみんな東大行くっていう、うん、なるほど、東大学部行くっていう中で。東大では何を、僕は東大でも文一でも文二でもなくて文三。はい。文学部の中国思想文化学科。へぇ、かつての中国哲学科。はいはいはい。終わった時に中国思想文化学科っていう、うん、まあ僕はもうずっと中国哲学やりたかったんで、はい、老荘思想ですね、同化の思想ですよね、はいはいはい、やりたかったんで上がっていったんですね、うん、で上がっていって漏れなく分かったのは、はい、中国哲学をやっていても食えないという深刻なことが分かりまして、うん、まあ、そうするとこれは予備校とか、はい、そういうところで、まあね、うん、教えっていうことを選んでいくのかなっていうことですよね、うんうん、そこからどうやって予備校業界。でも最初の頃大学院通いながらいろいろ仕事してましたけども、はい、その時に最初にお世話になったのが東進の教材スタッフだったんですよね。なるほどなるほど。だって大学出てペーペーはそんなに教壇突つって感じでもなかったですから、うん、はいはいはい、国語科で教材ですよね、テキストであったりあるいは模試であったり、うんうんうん、というのを東進では作ってた、ずっとやっていた、いやなんか聞いたところによると、めっちゃ模試作ってたって聞きましたよ。まあ、めっちゃ作ってましたよ。最高記録が1年間に30本作りましたから、はい、1年間に30本模試作ってたんですか。はぁ、だいたい1年60週ですから、はい、まあ2週間に1本作ってるんですよ。どういうペースで作ってるかっていうと、まず現代文の本で作ってたんですけど、はいはいはい、まず文章を選ばなきゃいけないんですよ。あ、そうですね、文章を選ぶためには本読まなきゃいけないんですよ。で読んで大体ボツなんですよ。はいはいはい、そうですね、ボツになあこれ使えるかなと思って、もうこれ使えますかって言ったらもう出てるからダメですとか、ね、いろんなの弾かれながら、あ、じゃあ大丈夫ですってこれ使ってくださいって言って、はいはい、そこから切り抜いて問題を作って、はいはい、でその後もちろん他の先生方と会議があるんですよ、ね、はいはいはい、会議があって、でこの問題どうなんだっていろいろ話し合って、うん、その意見を踏まえて問題まとめて解説を作ってっていうことですよね、はいはい、それが大体2週間くらいのサイクル。ええー、
めちゃめちゃ本読まなきゃいけないですね、そしたら本当に。あ、だからその頃はだからもう自分が好きな本を読んでいるというよりかは問題で使えそうな文章本を読んでいる。なるほど。でもそれいろんなタイプのもしセンター、次大、東大とか。最終的にはそうですね、僕が最初やってたのはあの当身でいうと難関で難関大大図と、うん、あと有名大とだったんですが、いろんな先生がほったらかしてるんですね、はい、お前作れよっていう先生がほっぽらかしてるんですね、はいはいはい、なるほどなるほど。でセンター試験が回ってきて、はいはいはい、京大が回ってきて、はいはいはい、東大が回ってきて、はいはい、誰がほっぽらかしたか明らかですよね。まあまあまあいろんな模試が、はい、そういう感じでどんどん増えていって最高記録30分まで。30、それ生活できるんですか。生活はまあそうですね、いやまあ生活というかまあでも模試作りながらその一番最高ペースの時に東大のディープの用事出しましたから、本書いてたんですねっていう話なので、恐ろしい、まあだからちょっと僕は普通の予備高校生となんかちょっと生き様違う。その時教えてはいたんですか。教えてはいたんです。教えてはいたんです。そのだから当身で教材スタッフ採用して、うん、同時に一新予備校、うん、あ一新ですね、はいはい、一予備校で採用してもらって、はい、そこも僕は国語で受けたんですよ、はいはいはい、国語で受けたら年明けの1月ぐらいですよね、はい、僕もちょうど卒論出してやっと卒論できるわと思ってた頃に一応連絡があって、はい、まあ、今なくなっちゃったんです、はい、水道橋に開成とか鬼とか御三家の子だけ集めて東大とか医学部に特化したクラスがあるからそこで日本史の授業を3月からやってくれないかって言われたんですよ、はいはいはい、1月に、うん、でそこでやってたんですよ。へ、本当にザ・東大日本史ですよ。だって生徒みんな東大受けるんですよ。はいはいはい、そうですね。でその中で鍛えられたのが10年ぐらい後に東大のディープな日本史に。なるほど、それを書くことになったわけなんですね。なっていくっていうことですよね。なかなかいろんな科目やってるとうさんくさいと思われる。多分うさんくさいってみんな思ってるんですけど、だから最初に始めた時に東進で国語やり、一進で日本史、日本史って本当に東大日本史をやり、で東進で倫理、で東進でその後後に倫理をやるって、国語できるんだから倫理できますよねってすごい因果関係その人に言われましたよ。そして本がバカ売れするわけじゃないですか。びっくりしました。やっぱりあれは相当びっくりした。僕もびっくりしたし編集者もそんなに売れるとは思ってなかった。なんで売れたんですかね。全くわからないです。全くわからない。やっぱり世の中の人は東大好きなんだなっていうのと、うんうん、僕はやっぱり東大の日本史の問題好きなんで、はいはいはい、好きっていうか愛しているんで、うん、だからその愛を込めたというのがやっぱり読者に伝わったのかなっていう風にが思いますね。じゃあぜひそのユーテラでね日本史の授業始まりますから、その愛を見てください。最初平成からです ですね。なかなかこのユーテラっていうか、まあ、映像授業で僕がやりたいやっぱり予備校でなかなか教えられないようなことをやりたいというのがあって、はいはいはい、うん、で一つ平君に提案されたのが平成、はい、おー、なるほど、ということで、まあ、ちょうど平成から令和に変わったところで、うん、この平成の30年っていうのがどういう、うん、はいはい、時代だったら、これなかなか予備校でもね、できないけども、うん、僕自身も興味があるところなので、そういうところを掘り下げながらやっていきたいなっていうふうに、うん、そしてその後は通信に当然行きますので、はい、うん、だから通信も僕の授業ってやっぱだから本当に東大とか一橋に特化した論述対策の日本史という授業をずっとやってきましたので、なかなかそういうのをこういう映像でね、うん、お披露目する機会がないと思いますので、ぜひなんかそういうところでちょっと違う日本史の授業を見ていただければ、はい、ユーテラチャンネル登録してクラウドファンディングお願いします。もうやっていくんでいいかと思います。はい、じゃあいよいよ本題なんですけど、はい、じゃあどうやって結局東進とぶつかって辞めることになるかっていうんですね。やっぱ話すんですかね。あれがね、だから模試をね、はいはい、おっぽらかす講師がいるんですよ。僕作った模試になんか文句つけたんですよ。はい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 、勘弁してくださいよって話ですよ。はいはいはい、こっちはだってとんでもない数こなしていて、うん、もう無理だって時にそれ引き受けてやってんのに、はいはい、それ文句つけられちゃうねっていう話なので、そこで揉めたって。揉めた、揉めましたね。それでその後どうなっちゃうんですか。当時もしもやる人いなくなっちゃったらどうしてんのか僕わからないんですけど、
少なくとも僕が最後の年っていうのは、はい、僕ともう一人本当に模試に特化した先生がいらっしゃって、はいはいはい、2人体制だ、ほぼ2人体制、現代文はだから僕が30問作ってもう一人の先生が20問とか、はい、はいはいはい、はい、次の年全然その先生に回ってきたっていうふうに聞きました。ああなるほど、じゃあその方が風の噂に聞いたんですが、はい、そのまた次の年になんか本当に言葉の真の意味で、はい、っていうふうに、わお、なるほど、あまりこれ以上突っ込んではいけないは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 い思いますので、ね、まあまあね、三輪先生とかはねいつもずっと漢文のね模試作ってますから、いやもう僕やっぱり三輪先生からいろいろなことを教わった。で当時のね4階の講師室は三輪先生の部屋ですからね、部屋ですから、とにかく三輪先生を納得させないと出来上がらないんですよ。だから三輪先生、相沢君この問題よくわかんないなって言われたらボツですから、ね、そうだったんですね。本当に三輪先生にいろいろなことを教わったと思いますね。その三輪先生の本当に模試とかいろんなテキストとかの原稿の作り方やっぱりプロです。本当にプロ中のプロ。もう壁にスケジュール貼ってあるんで模試の。そうですね。それで見るんですけど、はい、答申があるあるです。さあじゃあ授業始まりますので、はいはい、今ね収録していってますので、はいはい、ぜひ楽しみにしてください。はい、今回はですね答申1の反逆者という相澤先生に、はい、おいでいただきました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ユーテラぜひ登録してください。はい、はい。